それでは大変長らくお待たせをいたしました。今シーズン行ってまいりました、フェスティカサーキット水波での SL シリーズ最終戦、本日のまずはクラス表彰から行ってまいりましょう。それではどうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください、まずはカデットオープンクラス最終戦優勝を飾りましたゼッケンナンバー14番明治レーシング太田遠藤選手、おめでとうございます。2番手ゼッケン1番明治レーシング富田雅也選手、おめでとうございます。3番手にはゼッケン2番明治レーシング浅野壮馬選手、おめでとうございます。3名のカデットオープンドライバーたちに表彰台お上がりいただきまして、それではキャップとシャンパンを順番にお受け取りください。さあでは受け取ったシャンパンで盛大にいきましょう。思いっきり振ってシャンパン振っていこう。シャンパンファイト。両サイドからの祝福のシャンパン、遠藤選手がずぶ濡れとなりました。では変わりまして、優勝を飾りました太田遠藤選手に優勝トロフィーと、そして今日のレースの写真がそれぞれ3選手分送られてまいります。3選手に正賞のトロフィーと、そして自身が走っている、ね、写真がそれぞれ下り、大会会長より送られてまいりました。では変わりまして、記念撮影に移りますので、富田選手、浅野選手、どうぞ一番高いところ隣に上がっていただきまして、はい、3選手一緒に収まって記念撮影です。カメラをお持ちの方どうぞ、カメラをお収めください。変わってはティアジュニアクラスの最終戦表彰へと移ります。ジュニアクラスの最終戦、勝ってシリーズタイトルも決めましたゼッケンナンバー10番カート小僧レーシング伊月明人選手、おめでとうございます。2番手にはゼッケン11番樋口レーシングチーム水野斗選手、おめでとうございます。そして3番手にはゼッケン13番樋口レーシングチーム大木和樹選手、おめでとうございます。ジュニアクラス上位3選手にも表彰台お上がりいただきまして、優勝を飾った伊月明人選手から順番にダンロップキャップ、そしてシャンパンが贈られます。3選手にシャンパンが受け取られました。さあそれでは3選手こちらも盛大に行きましょう。最終戦のシャンパンファイトです。思いっきり振りながら行こう。シャンパンファイト。3選手のシャンパンファイトでした。はい、上位3選手おめでとうございました。では表彰台にお戻りいただきまして、では代わりまして上位3選手にそれぞれ正賞と写真が送られてまいります。3選手に正賞が送られました。では変わりまして記念撮影に移ります。こちらも同じく水野選手、大木選手は表彰台の一番上にお上がりください。
ではよろしいでしょうか。改めましてジュニアクラス上位3選手にどうぞ大きな拍手を送りください。最終戦の上位入賞おめでとうございました。変わりましてスーパー SS クラス最終戦の表彰です。スーパー SS の最終戦シリーズ終盤3連勝で締めくくりました。優勝を飾ったのはゼッケンナンバー1番ティーム平野江藤秀樹選手おめでとうございます。2番手にはゼッケン6番です。ティームブルート松浦高政選手おめでとうございます。3番手ゼッケン21番同じくティームブルート山本茂則選手おめでとうございます。スーパー SS 上位3選手にキャップそしてシャンパンが送られてまいります。さあでは3選手最終戦のシャンパンファイトでございますのでどうぞ盛大にお祝いをしていただきましょう。ではよろしいですか。すいません、ちょっとシャンパンファイトの前にごめんなさい。もうお二人お呼びをいたします。4番手ゼッケン26番ティームマルシンピより加藤雅史選手そして5番手ゼッケン3番がティーム平野藤田義弘選手もどうぞ表彰台お上がりください。さあ上位5選手に表彰台ポディウムをお上がりいただきましてブリヂストンキャップそれぞれかぶっていただきながらさあいきますよ。思いっきり振ってシャンパンファイト。何か考えてそうなこの5人。もういいかな？いいかな？スーパーエッセス上位、3選手のシャンパンファイト、それでは優勝を飾りました江藤秀樹選手から斉唱をお受け取りいただきます。上位5選手にそれぞれトロフィーが贈られてまいります。さあでは変わりまして記念撮影に移りますのでどうぞ皆さん江藤選手の隣一段ずつ高く上がっていただきまして江藤選手の隣に、はい、収まっていきましょう。よろしいでしょうか。シリーズを通していつもいつも面白いレースを見せてくれましたスーパー SS クラス最終戦上位入賞皆さんおめでとうございました。では変わりまして KT マスターズクラスの表彰へと移ります。 KT マスターズの最終戦今大会も優勝を飾りましたのはゼッケンナンバー51番ティーム平野近藤博之選手おめでとうございます。シーズン負けなし7連勝達成となりました。2番手にはゼッケン67番ティーム平野広瀬忠選手おめでとうございます。3番手ゼッケン50番ティーム平野大島和俊選手おめでとうございます。4番手にはゼッケン0番ティーム平野夏目勝則選手おめでとうございます。そして5番手ゼッケン63番ティーム平野新木茂樹選手おめでとうございます。表彰台をティーム平野独占となりましたが新木さんの代わり代理ということで武田武田さんに、はい、お上がりいただきましょう。だいぶ新木さんも若くなりました。
で、さあ、それでは、ケンディマスターズ、ジョール3選手でのシャンパンファイトを盛大に行ってまいりましょう。7連勝、シーズン負けなしとなりました、近藤博之選手、おめでとう。KT マスターズ上位入賞の皆さんでのシャンパンファイトでございました。では変わりまして、優勝を飾りました近藤選手から順番に斉唱をお受け取りいただきます。上位5選手に斉唱が送られました。さあ、では変わりまして、記念撮影に収まっていただきます。どうぞ皆さん、近藤選手の隣、ちょっと竹田さん、若い新木さん、いいですね、特等席でございます。では KT マスターズクラス上位入賞の皆さんにどうぞ盛大な拍手をお送りください。最終戦もお疲れ様でございました。変わっては SS クラスの最終戦表彰でございます。 SS クラス今大会を制しましたのはゼッケンナンバー9番クラブラボ久富圭選手、おめでとうございます。ファイナルヒット、見事なポールトゥーウィンで今シーズン3勝目をマークいたしました久富圭選手、表彰台の一番高いところをお上がりください。2番手にはゼッケン15番ティームグローバル川瀬智和選手、おめでとうございます。そして3番手にはゼッケン28番カートコゾーレーシング塚田修美選手、おめでとうございます。SS クラス4番手ゼッケン7番ティーム平野児玉優太選手、おめでとうございます。そして5番手にはゼッケン48番初表彰台となりますティームマルシン青木美希選手、おめでとうございます。上位5選手表彰台お上がりいただきまして、さあ、こちら上位3選手でのシャンパンファイトです。さあ、では3選手金具を外していただいて準備はよろしいですか。いくよ川さん、思いっきり振りながらシャンパンファイト。さあ、この後準備が変わる。地味に趣味からの攻撃、そして最後はまだ続く趣味の地味な攻撃。はい、3選手のシャンパンファイトでございました。おめでとうございます。では表彰台、戻ってきていただきまして、優勝を飾りました久富選手から順番に斉唱をお受け取りください。上位5選手に斉唱が送られました。では変わりまして、記念撮影に移りますので、どうぞ皆さん久富選手の隣にお上がりください。上位5選手の記念撮影です。
よろしいでしょうか。それでは SS クラス最終戦上位入賞ドライバーにどうぞ盛大な拍手をお送りください。上位入賞おめでとうございました。では変わりましてアバンティクラスの表彰へと移ります。 PRD アバンティ最終戦本大会を制しましたのは自身初優勝を飾りましたゼッケンナンバー8番ティームマルシンマーク選手おめでとうございます。続きまして2番手です。ゼッケン2番のグレンブルーレーシング増田隆久選手おめでとうございます。3番手にはゼッケン3番グレンブルーレーシング西博信選手おめでとうございます。アバンティクラス4番手ゼッケン10番カートロゾーレーシング伊佐治直彦選手おめでとうございます。そして5番手にはゼッケン11番カート小僧レーシング徳丸光一選手おめでとうございます。アバンティクラス上位5選手表彰台にお上がりいただきましょう。さあではアバンティクラス上位3選手にシャンパンが贈られました。マーク選手の初優勝を盛大にお祝いいたしましょう。思いっきり振っていこう。シャンパンファイト。もうどうせ雨が降ってきました。ずぶ濡れになりますので盛大にお祝いです。さあこれから西選手はまだ空いていない。西選手は空いていない。その隙にその隙に今だ。さあまだ今ようやく空きました。逃げろどこまで逃げてゆく。はい、アバンティクラス上位皆さんでのシャンパンファイトでございました。では優勝を飾りましたマーク選手から順番に聖書とウィニングランの写真がそれぞれ送られてまいります。2番手増田選手、3番手西選手、そして4番手の伊佐治選手、5番手徳丸選手と5選手に聖書が送られます。さては選手を受け取られましたら記念撮影に移ります。どうぞ皆さんマーク選手の隣にお上がりください。よかったねマークちゃん、両手に花、男性に囲まれて、ね、最高の優勝でございます。さあ記念撮影よろしいでしょうか。ではアバンティクラス上位入賞ドライバーにどうぞ盛大な拍手をお受けください。最終戦見事な初優勝おめでとうございました。では変わりまして矢部 X30 クラスの総合表彰を行ってまいりましょう。 X30 クラス総合優勝を飾りましたのはゼッケンナンバー14番明治レーシング太田角之進選手おめでとうございます。2番手にはゼッケン38番 K スピードウィン小林一慶選手おめでとうございます。3番手にはゼッケン6番カート小僧レーシング加藤隆生選手おめでとうございます。4番手ゼッケン24番アステック丹沢圭人選手おめでとうございます。そして5番手にはゼッケン13番カート小僧レーシング富田蓮選手おめでとうございます。 X30 クラス上位5選手表彰台お上がりいただきましょう。さあでは上位3選手受け取ったシャンパンで盛大にシャンパンファイトをお楽しみをいただきます。準備はよろしいでしょうか。ではいきますよ。思い切り振ってシャンパンファイト。さあ誰からいく。さあまだ
まだ1球は辛い、まだ1球が辛い、その隙に角の神と流星からさあ今来た。三選手のシャンパンファイトでございました。 X30 クラス総合上位入賞おめでとうございます。では変わりまして、太田角之進選手から順番に選賞をお受け取りいただきます。ご選手に選賞が受け渡されました。では記念撮影に移りますので、どうぞ皆さん角之進選手の隣に一段ずつお上がりください。よろしいでしょうか。それでは X30 クラス上位入賞のドライバーの皆さんに大きな拍手をお送りください。最終戦上位入賞おめでとうございました。変わりまして、このイヤメ X30 クラス、それぞれのクラスでの表彰を行ってまいります。X30 ジュニアクラスからの表彰です。今大会のジュニアクラス制しましたのは太田角之進選手、おめでとうございます。再度角之進選手、どうぞ表彰台お上がりください。ジュニアクラス2番手にはゼッケン38番の小林一慶選手、そして3番手にはゼッケン6番カートコトーレーシング加藤隆生選手と、ジュニアクラス上位3選手、どうぞ表彰台にお上がりいただきます。それではジュニアクラス上位3選手に、KBF 小屋さんから、それぞれ、副賞が贈られてまいります。さあ3選手にそれぞれ選手を副賞が贈られましたので、こちらも記念撮影に、移りましょう。では角之進選手の隣に再度また上がっていただきまして、小屋様も含めて記念撮影に収まります。それでは変わりまして、この X30 シニアクラスの表彰へと移ります。 X30 シニア優勝を飾りましたのはゼッケン13番カート小僧レーシング富田蓮選手、おめでとうございます。2番手にはゼッケン30番明治レーシング奥村拓也選手、おめでとうございます。3番手ゼッケン8番ティームブルート忽那11選手、おめでとうございます。シニアクラス上位3選手にも表彰台お上がりいただきます。では変わりまして、それぞれ3選手に本屋様から選賞副賞が贈られます。では記念撮影に移りますので、どうぞ3選手表彰台一番高いところ、はい、富田選手の隣に移っていただきまして、記念撮影です。
よろしいでしょうか。それでは X30 シニアクラス上位3選手にどうぞこちらも盛大な拍手を送ってください。上位2勝おめでとうございました。以上をもちまして本大会を行ってまいりましたフェスティカサーキット SL カートミーティングの最終戦、各クラスの表彰も全て終了となりました。最終戦上位入賞されましたドライバーの皆さんおめでとうございました。そして今日一日お疲れ様でございました。